界が開けたわね。やった。俺の反応。へい、結霜せよ。ジャッジメント。ハンマーを変えないと。手合わせしようじゃ。よっ、そら、それ、よっ。なかなかやるな。粉々だよ。よっ。それ。よっ。はっ。はっ。そう関係。みんなは俺が待っ。目には目を。それ。よっ。憲兵。恩を断つ。結霜せよ。よっ。よっ。砕け散れ。それ。大体役に立ちそうね。呪言律流兵糧のようにうなれ。粉々だよ。罪洗い。ジャッジメント完了。へい。冬は必ず訪れる。それよいしょ。新たな発見ね。
手合わせしようじゃないか。間違えたら。相手を間違えたな。それ。なかなか。みんながそばにいてくれる。迎え撃つわ。結霜せよ。へい。わめきなさい。ふっ。早く。目には目を。ふっ。引くぞ。早く。
めきなさい。やっ、やっ、はい。キラッチメント。やっ。はい、それ。よっ、よっ。粉々よ。はい。全力攻撃。やっ。砕け散れ。死の聖職。わめきなさい。よっ。はい。粉々よ。よっ。はい。はっ。すぐに終わらせる。はっ。それ。よっ。ここで回避しよう。それ。はっ。まずい。Thank you.
OK。よっしゃ。Thank you.
大体役に立ちそうね。視界が開けたわね。律令直律令燃えろ。みんながそばにいてくれれば傷なんて痛まない。わめきなさい。はい、はっ、よっ、はっ。目には目を。装甲の恩結装せよ。砕け散れ。はい、よっ、それ、はい、はっ、粉々よ、それ。わめきなさい。それ、はっ、はい、はっ、目には目を。はっ、はっ、早く、はっ、早く。結装せよ。兵糧のようにうなれ。粉々よ。はい、それ、早く、それ、はい、はっ。直呪言、直幽玄なる雷霆。結装せよ。はい、はっ、よっ、よっ、砕け散れ。ふっ、ふっ、ふっ、よっ、はい。冒険だ、冒険。よっ、みんなは俺が守る。それ、粉々よ。はい、ジャッジメント。
剣票王は立つ。結相せよ。砕け散れ。早く。よっ。それ。律令チョック呪言。わめきなさい。それ。よっ。結相せよ。よっ。わめきなさい。はい。早く。よっ。不利な状況ね。この仕事は排除するべきですね。結相せよ。燃えろ。全力攻撃。兵糧のようにうなれ。わめきなさい。それ。ふっ。やっ。そら。へい。はっ。それ。やっ。よっ。間違いか。
律令直呪言せ結相せよやっそれみんながそばにいてくれるわわめきなさいはい目には目を憲兵恩を立つはっよっそれはっジャッジメントよっだいたい役に立つそうね。早く。よっ。よっ。粉々よ。はい。はっ。よっ。ふっ。そこ。はい。はっ。それ。それ。はっ。それ。早く。次の仕事は？よっ！お触り禁止！了解。創生の術。行こう。黄金の火ではないが、価値がある。あなたとの契約を。
を間違えないように
界が開けたわね。よいしょ。わめきなさい。それ。重い拳を。よっ。はっ。痛え。どうだろう。ジャッジメント。不利な状況ね。部外者禁止。みんなは俺が守れ。やっ、それ結束せよ。はい、それ新たな発見ね。律令チョック、目には目を。はい、罪人にもこんな時ってあるのね。わめきなさい。それはっ、よっ、ジャッジメント。はい、はっ。罪人にもこんな時ってあるのね。結束せよ。よっ、はい、はっ。律令呪言、律令。
ては韻を踏んでいないな。Thank you.
合が開けたわね。よっと。早く。わめきなさい。よっ。粉々よ。はっ。はい。よっ。よっ。目には目を。新たな発見ね。結霜せよ。それ兵糧のようにうなれ。粉々よ。はっ。よっ。それジャッジメント。はっ。みんながそばに。チョック、律令、呪言、雷光、意図、美しきか。よっ、はい、よっ。わめきなさい。よっ、ふっ。早く。ち、大丈夫です。岩王帝君のために。粉々よ。それ、罪人にもこんな時ってあるのね。
大体役に立ちそうね。やるわね。これが罪人の末路。さて、くらえ！燃えろ！チョック、律令、呪言。律令、チョック、呪言、砕け散れ。それ早く、部外者禁止。アビスに使えよ。わめきなさい。よチョック、呪言。冒険だ、冒険。みんながそばに。剣票、王を断つ。死の潮なり。よっ。はい。ジャッジメント。それ。律令、呪言。律令、呪言、幽玄なる雷霆審判。律令、呪言。燃えろ。属性を断ち切れ。心配ない、まだやれる。お触り禁止。この仕事は排除するべきですね。律令、呪言、チョック、セイ。燃えろ！暴撃！早く！粉々よ！やっ、呪言、律令。せい！
全力攻撃だ。よっ、狂乱の波は満ちた。世界は必ず燃え盛る。Thank you.
空中に浮かんでるし、丸ごと逆さまになってるぞ。この都市を見てると何か思い出しそうな、ほら、なんだっけ、そうそう、それだ。不気味な雰囲気が漂ってるし、逆さなのもあの時と同じくらい衝撃的というか、こうなってくるとやっぱり双眼巨炎の下ってアビス教団と何かしら関係があるのかな。これはますます調査しないと。まさかここで貴様たちに会うとはな。予想外だ。久しぶりだな、ダイン。いや、待った。どうしてお前が双眼巨炎にいるんだよ。双眼巨炎、なるほど。ここは双眼巨炎の地下か。足を踏み入れたことは一度もなかったが、このようになっていたとは。ああ、前回の出会いと別れはいささか急なものだったからな。貴様が流行る気持ちも理解できる。それにこのような偶然が目の前で起きたんだ。貴様の疑問に俺も答えてやるべきだろう。貴様も思い当たるものがあるはずだ。先日俺はアビスの使徒の痕跡を再び見つけ、それを追っていた。ただ忌々しいことに、奴は俺に追い詰められると以前と同じ手口で逃げようとしてな。その後を追って俺も転移の扉をくぐった。しかし見ての通り、奴とは違う場所に転移してしまったようだ。ああ、これまでの経験から推測するに、アビスの転移能力は単に点と点を結んだものではなく網目状になっている。転移の扉がどこにつながり、網目をどうたどるのかは奴らの思うがままなのだろう。この世界にあるワープポイントとなんだか似てるな。前回貴様の血縁を追って転移の扉をくぐったが、気がつくと周りには誰もおらず、俺は一人あの風魔竜の巣にいた。そうだったのか。ところで、あの最古の幸運鬼の目はどうなったんだ？ああ、それならすでに手を打ってある。運命の食器の計画、その真相を突き止めるまでアビスの手に落ちることはない。はその肩書きをまだ覚えていたか。別に隠す気などない。それはかつてカーン・ルイヤの栄光を浴びた称号だ。しかし今となってはただの皮肉であり呪いに過ぎない。俺は国の滅亡を見届けた宮廷親衛隊隊長だ。この肩書きを口にしたくない理由など十分すぎるほどにある。どうやらお前の妹さんが言ったことは本当だったみたいだな。俺たちはかつて旅の仲間だった。あれは運命を求める苦難に満ちた旅。ただ俺たちは共に終わりを迎えることができなかった。際限なく質問を続ける前に、先ほどの俺の言葉を思い出してみろ。仮に転移の網の推測が正しかった場合、アビス教団にとってここは転移先として設定するほどの価値があるということだ。アビス教団がここでこっそり何かしてるってことか。オイラと旅人の予想通りだったな。つまり今この瞬間もアビスの目に映っている可能性がある。やめろって。そう言われると怖くなってくるだろう。賢明な判断だ。そこの岩壁の近くに火があるようだ。そこから調べるとしよう。
視界が開けたわね。チョック、呪言、チョック部外者禁止それ、はっ、よっはっ、ジャッジメント兵糧のようにうなれ粉々よよっ、はい目には目をそれ、はっよっそれ止めきなさい律令みんながそばにエネルギー補充が必要ですで呪言粉々よはっジャッジメント原票恩を立つヘイよっはっそれよっと決戦せよそれ
直律令目には目を喚きなさい。やっ。
チョック、呪言、チョック。フェイ！召喚化粧、わめきなさい。そこ、砕け散れ。みんなは俺が守る。装甲の恩、欠損せよ。よっ、ヘイ。視界が開けたわね。罪人にもこんな時ってあるのね。やっ、それ律令、呪言、律令。ふっ、おさわり禁止、わめきなさい。目には目を。攻撃、兵糧のようにうなれ、粉々よ。へい、それよっ、へい、それよっ、よっ、はっ、よっ、はっ、はっ、わめきなさい。チョック、律令、呪言。
触り禁止。